それではこの動画では2つの母平均の差の区間推定について考えてみたいと思いますまず実際の推定を行う前にこの背後にある仕組みの解説をします2つの母集団平均が μ1 の母集団と平均が μ2 の母集団どちらも正規分布に従うものとしますそれぞれの 集団から標本を取り出します標本の取り出し方はランダムなので標本平均もその都度ランダムなな数値となりますした従ってその標本平均の差もランダムな値つまり確率変数になりその分布は x1-x2- は正規分布に従います。平均は μ 1 μ 2そして分散はこの値になります。 つまりこのような分布に従うわけです。そうするとあとは一つの母集団の区間推定のときと同じようにこの分布のアルファ二分のアルファ外れる確率を2分のアルファを両側に振り分けてこのように置きます。そうするとこの内側に入る確率が1マイナスアルファになります。この区間を μ1 マイナス μ2 の 区区区間間間推推定定のとと置くことでえ区間推定がでがきます実際にはこの分布を使ってこの背後に含む上の2つの分布の μ と μ の差を推定しているわけですが下の図の分布のこの区間を求めるのが元の背後に潜む μ, μ の差を求めることに対応しています。 この部分の考え方は、一つの母集団の区間推定の時に考えた。実際は μ を動かして説明したんですが、あの部分と同じです。一つの場合で理解できたら、こっちの二つの場合についても考えてみてください。この仕組みがわかると思います。もしわからなくても、こういうもんだと思って、この従う分布、こちらの下の分布がわかって、 この下の分布を求めて、この区間を求めれば区間推定を行うことになるということを知識というか、暗記して使っても構いません。えー、しかし、できればなるべくあの背後にある分布の上の分布がこう動いている様子も想像しながら理解を試みてください。そうしましたら、えー、実際に区間推定を行います。母平均の差の区間推定。 まずは信頼区間を決めます。例えば95、95%の信頼区間で求めるという場合とします。アルファは0.0。5です。そうすると。差の推定値これはこの正規分布に従うことが分かっていますので、あとは正規分布の標準化を行います。そして、標準正規分布表から値を読み取ります。 先ほどの亜鉛メッキの例ではミュー1からのデータとミュー2からのデータこれを使ってまず標本平均の差を計算します先ほど具体的に計算してなかったのでここで計算しましょうこれを計算して2.8が得られます同様に分散の方も具体的に計算します分散は基地としていますので 2.5の2乗と3.0の2乗、それぞれ標本の個数が分母に来ます。これを計算しますと、1.275の2乗、これが得られます。したがって、いつものように平均を引いて標準偏差で割るという標準化を行います。そうして両側から挟んで、これが0.95になる値を 読み取ります。K の0.025、これをテキスト後ろの数表で読み取りますと、1.96が得られます。左右対称なので、こちらは -1.96 です。あとは、これを変形すると、μ1-μ2 が、この範囲、これが0.95と得られますので、左辺と右辺をきちんと計算して、寝台区間、 95%の信頼区間が0.301、5.299、これを得ることができますあとは適当な有効数字に四捨五入しますこれが母平均の差の区間推定ですテキストには公式のようになったものが書いていますのでこちらも参照してください演習問題で練習しておいてください なるべくこの背後に潜むこちらの左に示しているような分布の図を想像しながら計算するようにするとミスも少なくなりますしまた将来の何か新しい理論の構築にもつながるかと思います。